もう何度もね入ったことあるんですけどね、初めての。というわけでね、今日は JR 倉敷駅に来ました。こういう高架橋があるんですね。かなりあの簡易的な感じのね高架橋ですけど、歴史をものすごく感じます。今日はね、あの12月24日、まあ、クリスマスシーズンのど真ん中に加わってきてるわけですけども、ちょっと倉敷のね夜の街を歩いていこうかなという次第でございます。ちょっとね、あの雨が降ってきました。おっとっとっと、雪じゃなくて雨がね。ちょっと頑張ってこれから歩きます。はい、まあ、5分ぐらい歩いて有尾倉敷の前に来ました。もともとあの千堀公園があったとこなんですけども、今は商業施設に変わって、このイルミネーションがこの奥に見えます。ちょっと行ってみましょうか。やってきました。大きな広場です。ここを通るのは初めてなんですけども、だいたいあのアリオの商業施設で買い物してそのまま帰るっていう感じなんですけども、今日はこの時期はイルミネーションが綺麗に点灯されているというような状態でございますけども、到着しました。大きなあのプレゼントボックス、綺麗に見えます。今映えますね。この中は、あ、こういう感じになってんだ。で、上登れるみたいですね。ちょっと登ってみましょう。ちょっと下に戻って戻りましょうか。あ、タイミングでこれ光るんですね。さっきと全く違うイルミネーションになっています。ちょっと落ち着いた感じに
これからね、ちょっとね、倉敷駅前に行こうかなと思います。おそらくね、なんかちょっといつもとは違う様子がね、見ることができるのかなと思います。まあここはここでね、全然ありやと思います。それでは次に行ってみましょう。まあこれが千堀公園の名残、倉敷千堀公園の名残ということで、まだ残っているということでございます。今55分なので、おそらく、まあ、前回来た時はこの時計台がね、壊れてたので時報を伝えることはできなかったんですけど、もう直ってんのかなとか思うんですけども、ちょっと待ちましょうか。あ、でもどうなんかな。平日、あ、10… あ、でもダメか。限られてるみたいですね。19時がちょうど1時間前にあったみたいで、それ過ぎたらないみたいです。ないというか、21時か。ちょっと今日は時間的に無理そうです。ごめんなさい。こちらがね、倉敷駅になります。改装してね、だいぶ綺麗になりました。それもまあだいぶ昔なんですけども、倉敷駅のロータリーになります。ここからね、美観地区に行けます。じゃあちょっと西ビルの方に行ってみましょう。まあ、西ビルはね、まあ、どちらかというと飲み屋街になってます。このビルの中にあります。でここから入るんですけど、まあ、このネオンというかね、このスナック街っていうのがとっても印象的な感じになってます。源平横丁っていうね、建物になるんですけども、ちょっとね、今日はこちらちょっと入っていこうかなと思います。もう何度もね入ったことあるんですけども、初めての人はちょっとね、入りにくいイメージのある感じだと思います。じゃあちょっと早速入っていきましょう。
トイレが、トイレのマークあるところが入り口でございます。というわけで、このここに出てくるわけです。ぐるっとね、一周したような感じ。またロータリーも前に出てくるわけです。で、ここからね、ちょっとあの美観地区の方の飲み屋街に行こうか。まあ、美観地区っていうか、もうすぐそこなんですけども。倉敷にもね、そんな大きくはないんですけど、そういうキャバクラとかね、スナックがあったりするんですけど、ちょっとそこにね、行ってみようかなと思います。こっちも入ってみましょう。昔そういう大人の店が多かったんですけど、今はもう完全になくなって、ちょっと落ち着いたお店になっています。だいぶ広くなったな。すごいな、なんかこのなんだろう、上につけてる看板が某場所に似てます。大阪にある、まあ、元々ね、そうここら辺もね、そういう文化があったりしたので、大人のお店というか、西側、川西遊郭か、そういうのもあったので、まあ、全く関係はないと思うんですけども、なんかリンクされてね。よし、じゃあここから入っていきましょう。あ、なるほど。プロジェクトマッピング。で、ここにツリーがあります。
でここに、ね、あの倉敷駅前に交番あるんですけども、この近くが、このもうすぐそこがあの飲み屋街というか大人の遊び場ということで、ちょっとね入っていきましょう。冷え切ってんな。で、まあ、この、まあ、六本木とかある中なんですけども、これずっと行ったらもう恵比寿通り商店街とか恵比寿商店街とかに突き当たるんですけども、誰もいません。まあ、昼間がねかなりあの賑やかな感じで、今もうシャッター降りてるんですけども、昔ながらのねあの着物屋さんとか、まあ洋服屋さんとかあったりしてて、昼間はねかなり人気なんですよね。はい、というわけでこの十字路に来ました。こっち側に行ったら倉敷駅なんですけども、こっち側に行けばまた鶴形商店街っていうのがあるんですけど、まあ、以前にもその撮影でねお世話になった境鮮魚があるんですけど、まあ、その辺もね夜はねかなりあの居酒屋さんがあったりとか、大変まあ賑やかなスポットでもあるんですが、ちょっとそっち側行ってみましょうか。でまあ、ちなみにな情報によれば、まあ、今日はちょっとねあの飲食店さんの売り上げもかなり低いということですね。焼肉屋さんとか、まあ、当たり前なんですけどラーメン屋さんとか、ね、まあ、こんな感じに
なってます。ちょっとこっち側入って世界鮮魚のところに抜けていきましょう。倉敷デパート一つだったかな。結構あれやな、もう一通りやね。ちょっとここじゃなかったです。夜はガランとしてます。でもまあ先ほどまでね、あの営業してたのかなっていうような感じですよね。なんかラーメンの匂いするな、気のせいかな。はい、朝日商店街じゃあ次行きましょう。もうそろそろ終わりなんですけども、あ、ラーメンこの匂いですね。ここの第二和太一さん、これが倉敷教会。まあ、毎年ね、12月24日になるとあのキャンドルサービスみたいなのやってるんですけども、今年はねやってないんですよね。まあ、去年もそうだったんですけども、というわけで、ね、今日はもう一通りで、ね、この倉敷駅前のクリスマスシーズンお届けいたしましたけども、まあ、盛り上がってるとこもあるし盛り上がってないとこもあるし、普段だったら盛り上がってるけどっていう感じの場所でした。まあ、街の様子的にはなんかグループで飲んでる人もいたりとか、まあ、2人の人は大体カップルだったりとか、まあ、そんなこの倉敷駅前の様子でございました。まあ、ぜひ、ね、あのクリスマスじゃない時も皆さん行ってみてください。なんか穴場のスポットとか見つかるかもしれませんね。このおでんって書いた
この提灯見ただけでね、美味しいおでん出てくるんじゃないかなとか思ったりするんですけどもね、もう隠れ家的な、ね、お店がいっぱいあります、ここは。というわけでありがとうございました。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。